はい、みなさん、こんにちは。アミルコヘイです。今日はですね、12月3日、昨日ですか、昨日発表された、記事なんですけども、日本経済新聞、からの記事になります。消費落ち込み、前回増税より大きく。10月支出 5.1% 減。全くもって予想通りの結果になりました。ちょっと読んでいきますね。総務省が6日発表した10月の家計調査によると、2人以上の世帯の消費支出は1世帯当たり27万9671円だったと。でこれは、物価変動の影響を除いた実質で前年同月に比べて 5.1% 減ったということです。そりゃそうでしょう。マイナスは11ヶ月ぶりと。落ち込み幅は次大事ですね。落ち込み幅は、5% から 8% に消費税率を上げた後の2014年4月、この時はマイナス 4.6% 減だったそうです。それよりも大きかったと。5.1% ですからね。増税時の駆け込み需要の反動に台風の影響も重なったと。まあ言い訳書いてありますけどね。ですね、もうほぼほぼ全てのその分野においてマイナスなんですよ。例えば食品、マイナス 3.9% 減。交通通信、通信は、6.3% 減。で、こちらですね、家電を含む、家具、家事用品は 16.3% の大幅減。大きいですね。その9月に駆け込み需要で、特に、軽減税率適用されない商品、10% のままの商品とかっていうのは、やっぱり9月にその駆け込み需要的なもので、9月は多かったんでしょうけども、で10月になって一気にガーンって下がったと。こういうケースが見受けられるそうです。やっぱり消費税増税の影響ですね、それは。で、それでですね、ここですね、消費税増税前後の変化を一時的なブレを除いて比べるため、増税前の1年間、2014年だったら2013年の、2019年だったら2018年のその1年間の平均の消費支出を100とする指数で見ると、この10月は 95.6 と、前回のその、14年4月のその 8% 増税の時は 95.3 ということです。ここのケースについては10月の、今回の方が 0.3 ポイント上なんですよね。おそらくそのキャッシュレス決済で、底上げされた部分があるんじゃないかなと思うんですよ。でも結果はもう前回と同じ、あるいはひょっとしたらそれ以下の、第三次的な結果になっているとは思いますけど。それでですね、ただし今回は天候良いも無視できないとか言って、台風のせいにはしてますけどね、関係ないですよ。景気良ければ台風もクソも暇もありません。で、14年は4月に 4.6% 減った後、5月も 8.0% 減と落ち込むと。で、前年割が消費増税後に13ヶ月も続いたと。1年以上こう続いたんですね。前年割が。で、今回の場合は、世界経済の原則、摩擦貿易ありますからね。そういったもので不安定化して、外需にも頼れない。それで内需の柱である、個人消費の低迷が長引く。10% したから普通であれば長引きますよ。10% したんだから、消費税。長引きますよ。で、長引きようだと、景気の下押さえ圧力が高まる。上がりませんよ。上がりませんよ。で、政府は5月の景気の下支えを狙った経済対策をまとめた。昨日の動画でありましたね。で、今後の消費の動向が日本経済の鍵を握るんであれば、消費税 10% を減税すべきであると。ここまで書いてもらいたいです。ここまで書いてもらいたい。ということで、予想通りの結果ですね。そりゃ下がりますよ。そりゃ消費税増税すれば、消費減りますよ。よくね、特に MMT を批判している、人間がよく言う言葉には、よく言う言葉っていうかな、批判している人の言葉で、経済っていうのはそんなに単純なものではないんだと、複雑なんだと、増税しただけで、消費が冷え込むというわけではないんだよ、っていうようなことを書いてた人がいますね。これどう説明するんですかね、これ。単純であろうが複雑であろうが、消費税をアップするっていうことは、その消費の足かせとなるものですよ。消費するなということですよ。消費は罰だから、ちょっと税金かけるよという意味ですよ、これ消費税っていうのは。そんなの上げられたんじゃ、そんなのアップさせられたんじゃ、それは消費しませんよ、普通しませんよ。今ね、還元ポイントとかあるから、例えばコンビニとかの売り上げが上がったとか、そういうふうなものはありますけどね。
まあ、それにしてもすごいですね。家電品、16.3% 減ですか。まあ、予想通りの結果に終わりました。もう、これ、消費アップするのは、まあ、経済対策打ったんでね。あの経済対策も、まあ、昨日も言いましたけども、あれ、単年で終わったらダメですからね。1年で終わったらダメですからね。意味ないですからね、あれ。20年以上ずーっと13兆円。ガーって言ってください。ガーって言ってください。もう足りなかったら国債発行。それで、今度は、まあ、財政、消費税減税もしくは廃止すると。我々は、今まで、5% から 8%、そして 8% から 10% 軽減してきました。どうです？増税して GDP アップしましたか？劇的にアップしましたか？ GDP。経済成長に寄与しましたか？全くしてないですよね。さらに財政支出も抑えてます。安倍政権は公共事業費を抑えてますからね。民主党政権、旧民主党政権よりも抑えてますからね。だいたい6兆円前後ですか、公共事業費。まあ、どうです？公共事業は、小泉政権からずーっと削減してきて。どうですか？GDP、そんなに劇的にアップしますか？アップしましたか？してないですよね。上がったり下がったり、上がったり下がって、行ったり来たりの繰り返しです。もうね、いい加減。経済成長させる。GDP アップさせる。GDP アップさせるってことは、実質賃金をアップさせる。実質賃金がアップするというのは、貧困、国民が豊かになると。国民が豊かになると。その国民を豊かにするには、増税だけではダメだと。消費税増税だ。絶対にダメだと。財政を緊縮にして、公共事業費とか、財政を、まあ、緊縮財政にしても、全然 GDP 上がんないんだと。いうことを我々は肝に銘じまいければいけません。もう各国の推移がそうですから、これを無視できる人もいませんよ。だったら国民を豊かにするにはどうしたらいいのか。もう逆のことですね。消費税は減税もしくは廃止、そして財政出動。これ以外ありません。これ以外ありえません。なんでね、まだどんどん悲惨な数字出ると思います。そのために言い続けます。逆のことしない。消費税減税もしくは廃止、そして財政出動。財政を拡大させるということをガンガン言い続けます。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニア。